皆様こんにちは。ダイマバイヤーのアスペインこと長澤みどり子です。本日のアイテムをご紹介したいと思います。本日は、こちらトッツの、ね、アイテムなんですけれども、こちらトッツはいつもオレンジの箱なんですが、こちらはフェラーリコラボレーションのものなので、フェラーリって書いてありますが、レッドの、ね、箱になってます。でそのダストバッグもこのトッツって書いてありますけど、レッドのものになっていまして、いつもと、ね、いつも茶色とオレンジなんですが、ちょっといつもと違います。でこちらがアイテムになりまして、ヌバックレザーを使ったモカシンですね。でゴンミノのトッツ定番のモカシンとちょこっとだけ細部は違ってるんですけども、まずね、そこのポチポチがさらにゴムがね、こう周り囲ってあって、いつもこのポチポチだけなんですけども、こういう感じで全体的にラバーが貼ってあります。その分クッション性が効いてるんではないかと思います。あと、フェラーリのやつはここに赤い丸がね、いつもソールについてまして、であと中なんですけども、中ね、ちょっと見えますでしょうか、ね、ここのところが普通のゴミのはレザーで、ベージュ系のね、ソールが貼ってあるんですけども、こちらはソファーが塗ってあるみたいな感じで、ソファーっていうんですかね、クッションがね効いてるレザーが貼ってあります。ですので、これ中までこういうふうに縦についてるので、これがかなり素足に履いた時に履き心地がいいんじゃない、気持ちいいんじゃないかなっていうのが想像できます。普通のゴミのも持っているので、それをね履いててもかなり履き心地よくて、そこのラバーがね歩く時に効いて、すごく足が楽なんですけども、この中の方までねこのクッション効いてるっていうのは相当履き心地がいいと思われます。あとこちら定番のこういうリボンがねレザーでついているタイプですが、ちょっと違うのがここの中も、フェラーリトッツっていう両方のロゴがね2つついてます。あとこちらの、ところにフェラーリの型押しがしてありますので、レザーの分ね、一応フェラーリともコラボっていうことで販売されています。フェラーリコラボのものはもう数年前からいろんな種類が毎年発売されてますけれども、これは、今回秋冬のセール品でね、今かなりお安く販売していますので、出品の方してますのでね、お色違いなどもご覧いただければと思います。本日はトッツとフェラーリコラボレーションアイテム、ゴミのモカシンご紹介いたしました。それではまた。